ろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早川代表のご挨拶からお願いします。はい、まあ、2月のビヨンド X プロジェクトの全体会議ですけれども、今日はちょっと参加者がまだ少ないようですけれども、1回を大切にしていきたいなというふうに思ってます。それぞれに自分のやるべきことっていうのを見つけておられると思いますけれども、私自身も常に、初心に帰って、一からのスタートをするというつもりで、毎日を迎えるところです。今日は仙台から、小野寺さんが来ていただきました。やはり、東北という地域を我々は常に念頭に置いて、ビヨンド X プロジェクトの活動を展開をしていきたいと思っております。やはり、今年は1回なし2回、ぜひ視察を実現をしていきたいというふうに思います。でそういったことが、いずれは出版につながってくれるだろうと思います。できれば産業本研究会の活動なんかも、そろそろ報告をしていただいて、これも出版につなげていければありがたいなというふうに思っておりますので、これは千葉さんに、ぜひ平川さんと打ち合わせをした上で、進めていただければありがたいと思います。いずれにしてもさらに前進をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは各種教室、講座の、報告予定をお聞きしたいと思っております。皆さんこんにちは。美文字レッスンを担当しております早川貴子です。美文字レッスンは、月1回ビヨンド会議の開催の前に開催をさせていただいておりますが、その他に一般 の、 方向けのレッスンも開催をしております。3月4月それぞれ、スケジュールを発表しております。Facebook や LINE アットマークというアカウントを取得したので、そこからのご案内も可能になっておりまして、美容の皆様にもご案内ができるようにちょっと進めていきたいなと思っております。皆様どうぞよろしくお願いします。では、ビヨンド英語、ジョシュアさん担当なんですが、いらっしゃってないので、私の方から、軽くジョシュアさんの方を、報告させていただきます。次回、ビヨンド英語の予定としては23日の19時から予定しております。では、各種教室、講座の、予定は、遠藤さんの講座とかになるんでしょうけれども、また遠藤さんがいらっしゃったら、今後の予定等を聞いて行きたいと思ってます。続いて、ビヨンド X プロジェクトメンバー個人個人の近況報告および今後の目標、そういったものを聞かせていただければと思います。東北支局長小野寺さん、お願いいたします。こんにちは。こんにちは。白くぶりで、参加いたしましたけれども、昨年実は仙台にある岩手県人会の創立100周年記念事業を、私が事務局で仕切っておりましたので、なかなかこちらの方にお邪魔する機会がありませんでしたが、記念総会は無事11月に終わりまして、その後の記念誌の編纂も、構成が、1月末で終わりまして、現在印刷中です。それから先週17、18にその100周年記念事業として仙台にある岩手県人会のメンバーを岩手県の沿岸部、陸前高田から入りまして、大船渡、それから釜石、山田、宮古、太郎まで、1泊2日の行程で、行ってまいりました。現在復興事業が、着々と進んでおります。それでハードの面はそういったふうに、時間とお金があれば、進むことはその通りなんですが、多少、資材不足、人不足ということで遅れているところはありますけれども、まずそちらの方は、進んでいるんですが、なかなかその、人の復興ですね、これが大変なんです。家を流された人たちが仮設住宅に入って
おるわけですが、まだまだその仮説から抜け出せないで、まあ、5年間過ぎてしまっているわけです。それでその仮説が立っているのがですね、小学校とか中学校の校庭なんですよね。それで、震災の年に1年生に入学した子どもたちが、今5年生で4月から6年生、そうすると校庭で遊んだ記憶のないまま小学校卒業してしまう、まあ、中学校の方はもっと早い年代で、卒業していってますので、校庭ではクラブ活動とかやらないだまま、卒業していってますが、小学生が今そういう状況で、なんとか仮設住宅を校庭から撤去しようということで今、行政は一生懸命災害復興住宅とか、高台移転の工事盛んにやっておりまして、もう普通に入るところは、その宅地が出来上がりまして、今うちが建っております。そういう状況もありまして、まあ市町村によって多少進行度合いには差がありますが、やはりそうした高台移転とかなんかの、コミュニティですね、これがうまくいってるところは早く仕事が進んだということでございます。それで仮設住宅に入った時には、隣の声とか物音が筒抜けになって、なんかうるさいというふうな苦情が出たものらしいんですが、今災害復興住宅、素晴らしいマンション、十何階建てのマンション、土地がないから、バーッと高く作ってるんですけど、そういったところに引っ越しますとですね、逆に、隣の物音が一切聞こえないもんですから、寂しいと、穴村に閉じ込められたような感覚というようなことで、年寄りたちがですね、大変そういった状況に置かれて、まあ、孤独死が実際に起きているということが、ありまして、そうしたコミュニティ作りに今行政は、一生懸命取り組んでいる、そういう状況を見てまいりました。まあ、あとは私からは以上です。はい、あとそれで、はい、早川先生もおっしゃられたように、ぜひ岩手県また、これまで何回も、被災地ご案内しましたけど、岩手県の方は北の方をね、まだご覧いただいているなところもありますので、ぜひ、一度ご案内したいなと思っておりますので、よろしくどうぞお願いします。よろしくお願いします。今年2回ですよね、2回を予定していると先ほど代表がおっしゃってたんで、山本町の内藤君のところと、その、まあ、岩手県の、北の方、久慈とかの辺りをっていう風な時期で、で、まあ、適切な時期で、今度は高辻君が片付けと、高辻君が片付けと、ね、ビデオちょっとお願いします、はい、撮影やっぱりね、しっかりと記録をね残して皆さんにね伝えるってことが大事なんでね、よろしくお願いします。それでは、あ、ちょうど竹内さんいらっしゃったんで、竹内さんお願いします。ちょっと抱きかかえながら座りながら、とんでもない、そうですね、まあ、こっちに帰って、日本に帰ってきて8月から2人で働いて、なのでもう、半年が経ったんだと思うんですけども、まあ、おかげさまでお仕事自体は今のところ順調にやらせていただいておりまして、でなのでまあ、ここでチャンスいただいて留学させていただいたところを還元していくということが大事だと思っておりますので、むしろ皆さんとつながれてもここからが本番だというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。聞いてると私の心が癒されるって言いますね。でも最近やっぱり3月11日が近くなると、どうしても震災のことを思い出されて、今日は仙台の方から小野寺さんも来ていただいて、また今年視察させていただくのにお世話になりますけれども、どうぞよろしくお願いします。皆さんもどうぞお体大事にお過ごしください。ありがとうございました。そうですね、
皆さん1ヶ月に1回のこちらの会合で皆さんのお話を聞くのがいつもとても楽しみなんですけども、なんか皆様が1ヶ月ごとにどんどん成長されている様子が伺えるので、私も頑張らなきゃと、いつも気持ちを新たにしているところです。で、私も、本当に昔から仕事とプライベートの割合がちょっとおかしくて仕事もまあなかなか自分でコントロールできない部分があって、私も先月はかなり忙しくて、ちょっとあるプロジェクトがあったんですけれども、それの、山は越えたところでちょっと胃が痛くなって、そこから4日ぐらい寝込んだんですけどでやっぱり体が大事だなとちょっと改めて思いましたので、私もこう春に向けて何かちょっとちゃんと自分のメンテナンスをしなきゃいけないなと思っているところです。で、その美文字の方はその初めての試みで、その作品を書きたいとおっしゃるとある方がいらして、私にぜひということで、その方の実力もわからなければ、ちょっと本当にどういう組み立てをしていけばいいんだろうと、ちょっとすごくそれも不安に思っていたんですけれども、それが第1回が先週にその方のご指導をさせていただいて、やっぱり本当に素直にこう聞き入れてくださる方なので、素晴らしく1回で上達をしてくださって、その方の作品が素晴らしいものになるように少しでも何ができるかなっていうところで、しっかりと自分のインプットも忘れずに、していけたらなと思っています。でまたその4月から新たにその筆でしっかりと書道をやりたいとご希望の方も出てきたので、私もちょっと一からその筆選び、やっぱりその、書道もそのお道具も大事なことの一つですので、筆選びから、しっかりと準備して、美文字レッスンもしっかりと力を入れていきたいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。お互いに協力できるものがあれば協力をして、同志になっていくことができれば一番ありがたい。でも夢だけを追ってたのではダメなので、今何をやるのか、明日何をやるのかと、で自分の生活はどうやって支えるのかという、ね、それを常に地に足をつけながら一つ一つ丁寧にやっていく、結果的にそれがビヨンドエクスプロジェクトのやっぱり大きな成果になる可能性がある、あくまでも可能性というところだろうなというふうに思います。何せもこういう要町のオフィスがあるということは、それぞれが自分の持っている可能性を最大限に実現していくためのやっぱり足がかりになるだろうと思いますので、ぜひぜひ、これからも皆さんに頑張っていただきたいと思います。ということでとりあえず総括をさせていただきます。ありがとうございます。無事第16回ビヨンドエクスプロジェクト全体会議終わりました。それでは皆さんいきます。せーの、やるぞー。